はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファーフォトグラファーのドゥです。本日は ND フィルターの紹介とレビューを、していきたいと思っております。じゃん、カニさんの ND フィルターになります。カニさんの ND2 から ND400 っていうものになっておりまして、今回私が買ったのが、フィルター径が 82mm のものです。はい、よいしょ。で、中身がこちらになります。で、こういう感じでケースに入ってますね。フィルターって大体まあこういう感じでケースに入ってるんですけども、結構ケースによっては、カタ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 中で動くものもあるんですけども、これ 82mm だったからぴったりなのか、ちょっと理由は分かんないですけど、このもうケースにピタッとはまって、中でガタガタ動くようなこともなくて、すごくいい感じです。で、これが、可変式っていうのがこう今が一番明るい状態なんですけども、これで、2層構造になっていて、前の部分をぐるっと回していくと色の濃さが濃くなる、暗くなるっていう感じのものになっています。で、このカニさんの ND フィルターはここの後ろの部分もすごいつかみやすいようにギザギザになっていて、全然滑らなくてつかみやすくていい感じですよ。で、さらにこの前側のリングの部分にも、溝が掘ってあって、フィルターを回すのにこうつかみやすいので、ここもすごく回しやすくて、いいんじゃないかなと思います。で、さらによいしょ、ここに、合ってるかな、一番最小のところで、ここが MIN って書いてあって、ここが MAX って書いてある、ここが一番最大値ですよっていうところまで、いけるんですけども、これが止まるんですよね。この最大のところでも止まるし、一番小さいところ、最低のところでもカチッと止まってくれる。ND フィルター、可変式の ND フィルターのものによってはぐずっとぐる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 回り続けるのもあるんですけども、そうすると今がどのくらいの値なのかっていうのがちょっと分かりづらいので、私はそれ使いづらくてあんまり好きじゃないんですよね。なので、これすごく使いやすくていいかなと思います。で、ND フィルターっていうのがどうしても、構造上色の変化があったりムラが出たりするのが、多いんですけれども、今回は、その色の変化だったりどういう感じでムラが出るかっていうのを、見ていけたらいいかなと思っております。レンズを 20mm の G レンズと、40mm のバティス2種類でちょっと試してみたいなと思ってまして、で、なんでかっていうと、広角レンズの方が、ND フィルター、可変式の ND フィルターは、ムラが出やすいんですね。なので、それでちょっと2種類で試してみてどういう感じかっていうのを見ていきたいんですけれども、この、カニさんのフィルターはさっきのここの MIN 一番ちっちゃいところなんていうんだっけ、これミニ違うな、うん、から、ここにワイドっていう文字が見えるかな、いうのがあるんですよね。なのでこれが多分、広角レンズ、ワイドレンズを使ったらこれ以上上げるとムラが出ますよっていう、目印なんじゃないかなと思って、これはすごくいい心遣いじゃないかなと思います。で、早速、レンズにつけていきたいと思います。で、さっき言ったんですけど、今回私が買ったのがフィルター径 82mm で、G レンズ、この 20mm の、G レンズ F1.8 の方が、フィルター径が67なので、くっつかないので、こういった、ステップアップリングをつけて、装着します。で、ステップアップリングつけると、ムラの出方が、ぴったりのものとちょっと変わったりもする可能性もあるので、このレビューを見て、それで、まるまるっとその通りだと思って、購入するとまたちょっと違う結果になるかもしれないので、フィルター径によって、ちょっと変わるっていうのだけは、ご了承ください。
というわけで早速レンズにつけていきたいと思います。設定なんですけれども、シャッタースピードは50分の1、24fps で動画を撮ると思った時の、シャッタースピードに設定しております。で、F 値はちょっ と,、最大の22にしてあります。で ISO を、オート ISO オートでいっております。で、早速ちょっと見てみようかなと思います。今、フィルターをつけた状態で今、一番低い状態 ND2 の状態ですね。で、ここからぐーっと暗くしていきます。でとりあえずこのマックス、はい、これです。これが、十字村だったり、X 村って呼ばれる、可変式の ND フィルターを使った時に、出る村ですね。でこれがまあ ND400 なんですけれども、ここまで来るとやっぱりこういう村が出てしまうと。で、さっき見た、ワイドっていう書いてあるところまでちょっと戻してみたいと思います。ワイドって書いてあるところまで戻すとこういう感じです。この辺まで来ると、村が、感じられないですね。ほとんどない状態かなと思います。ちょっとフィルター付け外しをしてみて、色の変化を確認してみたいと思います。ちょっと外します。はい。で、まずは ND2 の状態でつけてみたいと思いますね。今が、フィルターなしの状態です。で、これがフィルターあり。そんなに、どぎつく変わったりはないみたいです。じゃあここから、今度は、暗くした状態。今回はこれ、まあ、マックスにするとムラ出ちゃってこういう感じで全然わからないので、一応このワイドって書いてある、ムラの出ないところまでにちょっとしてみます。暗い状態でここで、フィルターなしがこの状態です。はい。というわけで、G レンズ、20mm の F1.8 の G レンズで、今試してみました。これを今度は、40mm の、バティスでちょっとチャレンジしてみたいと思います。ちょっとレンズ交換しますね。でバティスに関しても、バティスも 67mm、 フィルター径が 67mm なのでステップアップリングをつけて、装着したいと思います。はい。というわけで、カニさんのフィルターを、バティスの 40mm につけてみました。でバティスの 40mm で、シャッタースピードは、先ほどと同じ、50分の1で、F 値は22で、ISO を、オートにしてあります。で今が一番明るい状態 ND2 ですね。でここから、また暗くしていきたいと思います。ぐーっと暗くしていってよっ。今マックスまで暗くなりました。やっぱり 40mm でも、こういう感じで、ムラは出ますね。さっきよりもこうムラが全体にもやーんと出てます。でこれを下げていって、これで今、ムラ出てないかなと思うんですけれども、さっきの、ワイドのところよりもだいぶ、400に近い状態です。もうちょっと戻したらムラがなくなる感じですね。なのでやっぱり、40mm の方がムラは出にくいっていうのはまあ間違いないんですけれども、こういう感じです。はい。今度はちょっと設定を変えて、実際に使うような感じの設定値、
今 F22 なんですけれども、それをやめて、開放にちょっとしてみたいと思います。でバティスの、F 開放の値が、F2 なので、今 F2 にしてあります。で、50分の1、シャッタースピードは50分の1で、 ISO オートなんですけれども、これで今一番明るい状態だと白飛びしててもちろん使えないので、ぐーっと暗くしていって空の色がちゃんと出るまで、ここが今400、ここまで行くとムラが出るので下げます。ここかな、これがギリギリ白飛びしてない値ぐらいかな。なんでこの ND400、2から400のものであれば、F2 の状態で、使って、今日かなり天気いいんですけれども、こういう晴天の日でも、開放で、レンズ使うことができる、 F2 ですけどね、使うことができるっていう感じです。はい、というわけで、こちらカニさんの、ND フィルター、可変式の ND フィルター ND2 から ND400 を使ってみました。で、もう ND400 っていくとやっぱりまあもう多分どの、フィルターもそうだと思うんですけども、やっぱり、ムラは出ちゃうんで、まあ、そこはしょうがないかなと思うんですけれども、少し戻せば、ムラも出なくなるし、色の変化ももうそんなに、言うほど出てないんじゃないかなと思います。ちょっと大きいモニターで確認はしますが、かなりいい感じの、使いやすいフィルターかなとは思いました。というわけで、今回のレビューは、以上になります。この動画が良かったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。さよなら。イエイ。